皆様いかがお過ごしでしょうか。アウリングです。いや本当に久しぶりの更新になりました。毎月恒例でやってたこの自己紹介ということをですね、今回もやろうと思ってるんですが、そうですね、5月の最終日っていう形ですね。これが発表できていれば、5月31日に発表できていれば、まあそれでいいんですけども、もう明日から6月というところになってきましたけど、まあ、一応毎月ね、5月にこの自己紹介というのを、まあ、5月っていうかね、毎月こう自己紹介をねこうしてきたので、まあ、今回この5月でね6周年になるんですよ。このハウリングとして音楽活動を始めて、なのでこの5月の自己紹介をちょっと省くわけにはいかないかなと思ったので、まあ、今回ねこの31日にでもラジオ企画をやりたいなとは思ったんですけど、まあ、しばらくこのツイッターで更新できてなかったので、まあ、何をしてるんだと思っていらっしゃる方もいたかもしれませんが、まあ、結構そのここ最近のね制作費の、まあ、高騰というか、制作費だけじゃなくてね、まあ、世の中全体物価がこう高騰しているところはあると思うんですけども、まあ、当然ねこの音楽活動においても制作費にかけるお金というのは年々、まあ、上がってくるというか、まあ、それは自然なことだと思うんですけども、まあ、その中で、まあ、僕自身もやっぱりこう音楽以外のねこの仕事とかもしながらというか、そこでこう制作費を稼がなくてはいけないと、まあ、それはねやっぱり制作の中のやっぱ自分が中心としてやってる以上は当然責任を持ってそこはしっかりとやらなきゃなっていうのがあるので、まあ、その辺でね、まあ、とてもちょっと時間を取られていたというか、こう身を粉にしていたというか、まあ、そういった感じではあったんですけども、まあ、だけどもですね、まあ、全ては音楽制作のためですかね。そのやっぱりこの作品を発表して喜んでいただける方々っていうのを思い浮かべながらこの1ヶ月過ごしてまいりました。まあ、そこでですね、まあ、この5月、まあ、ちょっと更新自体は少なかったかもしれないんですけど、まあ、皆さんには、まあ、もしね期待していただけるのであれば、このアンケートでも以前ね取らせていただいたアンケートでも、新曲がやっぱり楽しみだってね、新曲を一番楽しみにしているというご意見が多かったので、まあ、そのあたりね、そこの期待に応えるためにも当然この今後のね音楽活動サードアルバムといったものにこう近づけるようにですね、一曲一曲こう作っていきたいなと思ってるんですけど、ぜひそれを、まあ、来月になるのか再来月になるのか、ちょっとまだはっきりとは言えない状態ではありますけども、ついにですね着手することができそうですので、まあ、できるので、そこのところは期待していただければなと思います。まあ、この曲を作るっていうことって、まあ、例えば新曲を発表することって、その、まあ、メジャーのアーティストさんでもそのことについて、まあ、特別もその新曲発表しても毎回おーってこう歓迎してもらえるかどうかというか、もうメジャーの方でもそれって結構様々だと思うんですよね。メジャーとかインディーズとか関わらず、やっぱ新曲を発表してそこにこう期待感を持って聞いてもらえるというか、楽しみにしてもらってるっていうのは、まあ、やっぱりアーティストにとってとても嬉しいことですし、僕はまあそこがとても重要だと思ってるので、で僕自身自分の音楽活動のこの制作こう曲を新曲発表する時がやっぱ一番楽しいというか、一番嬉しいというかね、そういう気持ちでやっているので、なんかそこは今後も必ず続けていくとは思うんですけど、まあ、一方でライブに関してはもちろんね喜んでいただける方はいるんですけども、その
絶対数がやっぱりライブで例えばね、その来ていただける人数と、まあその映像とかを見て楽しんでいただける人数の範囲内というか、まあその中で反響をいただいたり、そういった声はとてもありがたいですし嬉しく思ってるんですけども、まあそういったその数、絶対的な数っていうのはやっぱり曲を発表する時の方が、まあ、現在はまだ多いかなっていうのは思うので、まあそのあたりがね、ライブ自体を期待してもらえる声とか、そのやってくれっていう声ねが今後もし増えてくることがあれば、ライブとかもね僕も身を入れてもっともっとやっていきたいなとは思うんですけども、まあ現状曲を作ることってやっぱりものすごく集中力も、まあ、時間もお金もかかることだと思うので、まあ、そこにハウリングの音楽活動としての、まあ、力を注ぎ込んでいきたいなと、まあ、本気で思ってるので、そのあたりですね、まあ、今後のハウリングの方針として、活動の方針として皆様に期待していただけたらなと思います。まあ、今回ね、まあ、初めてハウリングのことを誰なんだっていう感じでね、こう見ていただいた方、聞いていただいた方には、まあ、ちょっとね、あの何の話か分からなかったところもあるかもしれないですけども、まあ、そういってあの2018年から活動してきたんですけども、アルバムを2枚作成しました。そして発表していて、セカンドアルバムは全国流通販売しております。もしね興味を持っていただけた方は、そちらは Amazon とかでも購入できますので、まあ、ぜひ今こちらに出てると思いますけど、購入していただければなと、聞いていただければなと思います。そしてですね、ライブはほとんどやってこなかったというか、やるときにはまあかなりこの皆様にこう告知とかをした上で、まあ、1回1回のライブにまあ全力でやっていこうかなっていう形でやってるんですけど、それが久々にやったのが今年ですね。今年の3月10日に大阪でライブをさせてもらいました。未来ポケットさんでですね、大阪の通天閣の近くでですねライブを久しぶりにしたんですけども、その時の映像も残っておりますので、まあ、それも僕のライブ映像の中でご好評をいただいておりまして、こちら動画として上がっておりますので、まあ、そちらもぜひね見ていただければなと思います。まあ、そうですね、まあ6周年ですね。まあ、僕はまあビートルズとかも好きなんですけど、ビートルズの活動期間が7年でしたっけ、7年とかを考えると、やっぱりこうアーティストにとって6年目とか7年目とかになってくると、やっぱりすごくこういろいろ考えるところはあるのかなと思うんですけども、やっぱりねこの6年7年の間に僕としてはもちろんライブとかもやりたかったですけど、まあサードアルバムをね本当に完成させられたらなとは思うんですけど、まあまだこれからねサードアルバムに収録されるのであれば、まあそのね何曲目になるのか1曲目になるのか、そういった曲をこれから発表していくことになると思うんですけども、で曲を発表していくごとに皆様にこうさらにね期待していただいて、ライブも見たいと言っていただけるような音楽活動アーティストになっていけるように常に考えているところではあります。なのでそうですね、まあ、ちょっとツイッターメインでこう僕を見ていただいている方には、まあ、最近どうしてるんだろうなっていうのは本当にあったと思うんですけど、まあ、決してね手を抜いてるわけではなくて、むしろそういったところに今までももちろんそうなんですけど、まあ、それ以上にというか熱量を持って取り組んでいるところではありますので、そこはもうね心配せずに待っていただけたらなと思います。まあなのでですね、まあ、音楽活動についてはまあ目立った ご報告っていうのはまあおそらく次の曲とかの発表とかをするまでは、まあ、特にはないかと思うんですけども、まあ、それでもソングライターとしてやるべきこと、自分ができることというのは精一杯やっているとは思うので、その辺をね期待していただけたらなと思います。
で5月ね、5月そういえばあれですよね、あの以前こうラジオ企画でお話した井上選手の試合がボクシングのあったと思うんですけども、最近その前回はその井上選手の試合の解説のその動画っていうのは、まあ、特にあのそこまでたくさんは見てなかった感じなんですけど、まあ、今回ね、まあ、とても詳細で本当に納得させられるようなすごいこう試合の解説動画がありまして、まあ、そこにこうちょっと僕は痛く感動してしまったというか、まあ、そのポイント要点をお話すと、その一挙手一投足ですね、井上選手とかネリ選手のそこに解説が入って、この時おそらくこういうことを言っていたんだろうとか、こういうことを考えていたんだろうっていうことがもう本当にめちゃくちゃこう的確にされているように見えた解説だったんですね。で、まあその中で特にあの1ラウンド目の井上選手のダウンですかね、それについて結構詳細に語っていたんですけども、まあ、いろんなこの動画の中でこう図とかも使って、この最初のねネリ選手の井上選手に入れたパンチっていうのがね、当てたパンチっていうのが、あの井上選手から見えてなかったっていうことをその、まあ、図解入りでこう説明されてたっていう感じなんですけど、なぜ見えなかったっていう説明もね、おそらくそのネリ選手はこのバッティング、あの頭でこう頭突きをするような形ですね、その姿勢をこう取るというか、まあその取っていくことで、だけど井上選手はそれはまあ当然あの動体視力も当然素晴らしいので間一髪というか、まあさっと避けられるんですけども、なんですけど井上選手は、まあ、それを怖がって離れたりはしないだろうということで、あの離れすぎたりしないだろうということで、あのネリ選手はなんかわざと頭突きの体勢ね、バッティングの体勢に持っていって、井上選手が避けるところまでを想定していたんですね。で、あのわざとじゃないよっていうことをあのアピールしながらというか、その上で井上選手がバッティングを避けて避けた時にその見えないところから左フックを入れるという、これがネリ選手の作戦だったんですね。だからおそらくまあ早い段階で仕掛ける必要があったというか、だから井上選手がそのパンチを食らってというか、そのダウンをもらった時にちょっとパンチがあまりにも見えなかったので、あの一瞬あの何だったんだっていう顔はしながら、だけど井上選手は井上選手でそのダウンをした時の、まあ、これまでダウンをしてなかったのにダウンをした時の想定もしっかりあの想定されていて、まあ、ちゃんとカウントを使って自分の体力を落ち着いて回復させて、まあ、それでですね、あのゆっくり立ち上がって、まあ、その後ちょっと体力をうまく回復しながら焦ることなく1ラウンド目を終えたっていう形だったと思うんですけど、そして、1ラウンド目の後、そのおそらくオーロラビジョンかなんかにこう映されているネリ選手のパンチをまあ見てですね、映像を見てですね、まあおそらくそのどういうことだったのかを即座に井上選手は理解されたと。で、まあおそらくそのバッティングのことですね。バッティングすると見せかけて見えなくなったところからフックを打つというようなネリ選手の作戦をもうそこで見抜いて、まあ、その後は2ラウンド目からもうどんどん自信を持って、ネリ選手と対峙していったっていうか。で、結局まあその後ね、ネリ選手にはおそらくそれ以上の、まあ、作戦はなかったというようなことが井上選手にも分かりまして、まああとはもう余裕を持って仕留めに行くことができたというような、まあ、そのような解説だったと思うんですけどね、まあ、もっといろんな細かい解説はあったんですけど、まあ、そういったところまでもう完璧にこの、まあ、本当にそう思ってるような表情であったり、そう喋ってるような表情であったりっていうような、その
解説が見事だったのでちょっと驚いてですね、まあ、おそらくねその元プロボクサーの方とかではないんじゃないかなと思うんですけど、それでもそこまでこう緻密な解説ができるというか、本当にそれはすごいことだなと思って、まあ僕もね音楽に関しては本当に分かっている人がうなるような作品を作っていきたいので、今後も期待してくれたらなと思います。まあもちろんね、秀でてる、自分的に秀でてる部分と、まあそんなに秀でてないというか得意ではないような部分があると思うので、その秀でてるような部分のところでですね、まあそういったところを出していけたらなと思います。まあそういった部分で、今後もね、ハウリングの楽曲とかに期待していただきたいなとは思うんですけども、今年はそうですね、あと、何曲発表できるかなというのと、まあ、もしライブができるのであれば今年中にもう一回ぐらいできたらなとは思うんですけど、まあ、そのあたりも皆様のご要望や声が高まればというところですので、まあ、まずはね次の一手を楽しみにしていただけたらなと思います。あ、それからね、まあ、誤解がないように言っておくと、まあ、先ほどお話しした分かっている人がうなるような作品というのは、まあ、決して分かる人だけ分かればいいというような意味ではなくてですね、僕の言う分かっている人がうなるっていうのは、そういう曲って必ず届く曲なんですよね。多くの方に届く曲だからうなるわけで、まあ、その理由が分かっているのが分かっている人っていうことなので、そういうことなんですけど、まあ、だから僕自身は、まあ、分かっているつもりではあるんですけど、まあ、まだね、この結果として、そういう皆様に、たくさんの方に届くような曲はまだ発表できてないとは思うので、今後そういったものを届けていければいいかなとは思うんですけど、というわけでですね、まあ、今回は、まあ、特に、まあ、たくさんご報告するようなことはなかったかもしれませんが、まあ、この6年というね6周年という、活動の節目のご報告と、まあ、今後自分が考えていることを新曲ね、そういったものを期待していただきたいなとは思うので、まあ、そのあたりのねお話でした。ソングライターハウリングがお届けしました。最高にかっこいいぞ、何にもやらなきゃミスもないし、高みの見物はできるかもしれない。でもどんなリスクがあったとしてもここに立ってるんだろ。リスクを取らない奴らと悩みながらでも一人でも堂々とここに立ってるお前、どっちがロックンロールできるか分かるよな。チャンスはそんなお前が掴むのさ。ギターはいつも寄り添ってくれる、いつも助けて愛してくれる。歌は君と共にある。ロックは